さあ、ももちゃんでございます。今日はね、皆様方ですね、コメントいただきましてありがとうございました。ね、ももちゃんのね、ことについてたくさんね、コメントいただきまして、すべて、まあ、1から10までね、読まさせていただきましてありがとうございました。ね、まあ大体1週間ぐらいかな、その治療の関係とか余命の宣告を受けてから、まあ、経ちましたけど、ももちゃんね、一応元気でやっております。でやっぱり頻繁にね、放射線の治療をやってるので、影響がまだ始まったばっかりなので、あんまり過激に出てるっていうふうにはあんまり見られませんけど、ただやっぱりうんこの関係がね、どうしても、まあ、やばいというか、ちょっと影響を受けてるというようなのが見受けられるのが今の現状でございます。まあ、日に日にね、やっぱ変わっていくと思うので、皆様方もね、温かい目で見ていただければなと思います。そしてね、ももちゃんのためにね、まあ、治療費等を使ってくださいということで、まあ、数名の方がまあ、メールコメントにも書いてありましたけども、ご寄付させていただくということで、私の口座ですね、に送っていただいたということで、ありがとうございます。ちょっとまだ私の方も確認がちょっとできてなくて申し訳ないんですけれども、やりましたということでお声をいただきまして、誠にありがとうございます。はい、ちょっとまだ確認してないんですけどね。であとはまあそれ、とは別に、これは今ね、すごくこの子たちめちゃめちゃ興味津々でやってるんですけど、まあ、クッキーをね、私の方はまたちょっと頼みましたんで、ね、新しいのが来て、ももちゃんたちにもちょっとまた食べてもらおうかなと思いましてね、頼みました。まあ、ちょうど今まで食べてたのが切らしちゃったんで、もう一回注文したんですけどね。はい、で、開けながら、じゃあちょっと本題に入りますけれども、ごめんなさい、ちょっと話飛んじゃいましたね。皆さんのコメントありがとうございました。ちょっとお礼だけ言わさせてください。ありがとうございました、ね。失礼しました。はい、で、じゃあちょっと本題に入りまして、まあ、一方ですね、質問が入ってたんですけど、アリスさんですね、ありがとうございました。まあ、7歳になるということで、6年間お散歩ね、いつも同じ道歩いてたんですけど、なんか堅くなに、あっち行ったりこっち行ったり したいよというような素振りが見受けられて、これは何かのサインですかということなんですけど、まあちょっと、まあ、これだけの内容文なので判断っていうのがやっぱちょっと2つ質ぐらいかなしかちょっとつかないんですけど、1つ目はやっぱりワンちゃんも生き物ですので、我々と同じようにやっぱ感情を持ってますから、何かしらやっぱこうもうちょっと楽しみたいとか刺激が欲しいとかっていう話になってきて、いつもとは違う道がいいよって言っている可能性が一つで、もう一つはやっぱそっちのあっちこっち行ったところにやっぱ何かあったっていう可能性があります、ね。ワンちゃんの嗅覚って我々人間のもうものすごい数千倍の力を持ってますので、我々がこう嗅げない匂いや香りっていうのも捉えます。ワンちゃんはね、それぐらいすごく優秀な優秀なんですねそれぐらい優秀なんです ねコロコみたいにこうやってやるんですね。でその匂いに誘われたとかっていうことも十分考えられるんですね。何やってるんだ。その匂いに嗅がれて、あっち行きたいよ、こっち行きたいよって気になるから、ちょっと連れてってよっていう風なね、形じゃないかなっていうことで、まあ、この2つが考えられるということでございます。はい。ね。ちょっとあんたらさ、ちょっと邪魔っけだよ、じゃあ。ね。ね。はい。こうやってね、見ての通りですね、ちゃんと梱包されてても、ワンちゃんたちってね、匂いがわかるんですね。はい、もうこれがいい証拠でございます。まあじゃあ、まあじゃあ、まあ封開いてないからね。これ今新品できたばっかだからね。はい、ピレニーランドさんから今ご注文やって、クッキーをね、大きいの頼みましたんで、はい、ね、ね、
ね、今この子たち見ての、見ての通り分かると思いますけど、まあ、ワンちゃんであればこういうビニールとかに密閉されてても匂いが分かっちゃうぐらいの嗅覚を持っていますので、先ほど言いました、あ、遠くでやっぱりそのあっちでとかこっちの側のところであっちとかこっち側で匂いがやっぱなんかあるとね、なんか気になる匂いがあるということで飼い主さん行こうよっていう感じですね。はい、まあ行くか行かないかはご自身で判断してもらってもいいですね。まあ固くなりダメだよっていうこともやってもいいですし、あ、じゃあちょっと見てみようかつっててね、のんびりお散歩やってもらってもいいです。どちらでもいいです。その時の気分でこっち行こうかあっち行こうかで構いませんので、やっぱり散歩っていうのは楽しんでやるものなのでね、業務的にやっちゃダメですよ。いいですか？やめてください。はい。ね、さあということで、まあ、今回ね、ご質問が来ておりまして、なおかつ、なおかつ皆さんのね、コメントを読まさせていただきましたということで、ありがとうございましたということで、ありがとうございましたということで、ね、ありがとうございました。ね、ありがとうございましたということで、以上でございます。わかった、あげるからね。あげます。あげる。ね、ちょっと待って、ちょっと待って。もう、新品ですから、もう匂いがね、多分強烈ですよね。はい。ね、ピレリランドさん、こう頼んでもらうとおまけがこうやってついてくるんでありがたいね、これね。おまけが、おまけの部分が。このおまけの部分から食べてくださいいいですか ?OK? おまけの部分から食べる。はい。ね、おまけの部分から。おまけの、おまけ。で、ちょっと。で、これあげて、この、撮影終わりにしますね。はい。ちょっと、ハサミ、ちょっと。これ切るからちょっと鼻邪魔。はい、やるよ。ちゃんとやるよ。はい、ちゃんとやる。はい、ビシッと決めて。ちょっとビシッと決めて。もーちゃん、あ、見て。あ、ビシッと。はい、やるよ。はい、ビシッと決めてください。お願いします。ね、あげるから。ビシッと決めて。そう。ビシッと決めて。ビシッと決めて。ももさん、お願い。お願いします。そう。あげるから順番待ちになっちゃう。ね、ビシッと決めてください。大きなあげるで、ね。大きなあげる。わかってうるせえ。ねえ。ちょっと。ちょっと。もーもーさん、ちゃんとビシッと決めて。はい。やって。ちゃんとやって。はい、やるよ。座れ。もーちゃん、ちゃんと座りなさい。ちょっとこっち見て。意識して。こっち。何じゃなくて。はい、こっち見て。座って。はい。そう。はい。ちゃんと座りなさい。あげんよ。ダメ。なんでじゃないの？あんた待ちなさい。まずお姉さんから。お姉さんから作るじゃん。はい。で、次。あなたを、あなた方ね。はい、どうぞ。はい、あげた。これさっき来たからね。はい、ということで。よいしょ。ね、こっちに移した。密閉できる方に移して、ね、はい、はい、以上でございます。では次回もぜひご覧になってください。バイバイ。